昔々あるところに、雪のように白く美しい結姫という一人のおてんばな女の子がおりました。このままここにいても毒リンゴを食べさせられるだけだからな。やだな、どうしよっかな。出てっちゃおう。と物語の筋書きを無視して勝手に城を抜け出していきました。その頃、とある国の魔女はいつものように魔法の鏡との対話を楽しんでいました。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？はい、魔女様。この世で最も美しいのは…ちょっとどうしたの？いつものように私じゃないの？はい、魔女様。大変恐れながら、この世で最も美しいのは、ゆい姫様でございます。ゆい姫？ちょっとどういうこと？見せなさいよ、その子。この子が私より美しいですって？はい、魔女様。何よ、ひどいじゃない。でも確かに結構可愛いじゃない？ありがとうございます。まあいいわ、早速この毒リンゴをこの子に食べさせてやるんだから。さあ、行くとしますか。それが結姫様は？え、もうお出かけになりました。やだ、本当だ。どこを突き歩いてるのかしら、この子。結姫が向かう先の小屋には、赤ずきんちゃんの帰りを今か今かと待っている一匹の狼がおりました。狼はあまりに突然のことに動揺し、狼としての尊厳をその日失ってしまいました。町のふもとに到着した結姫に一人の王子様が声をかけてきました。すみません、人を探しているのですが、この辺りでシンデレラという美しい女性をご存知ではありませんか？さあ、誰だろう。知ってる？そうですか。ありがとうございます。旅の途中ですか？うん、私たちこれからブレーメンに行くの。ブレーメン、音楽家たちの集う町、いいですね。この町中の娘たちにはもう履いてもらったのですが、どうです、この靴履いてみてはもらえませんか？もしかしたら
この靴が似合うのは。まさか、もうやめてよ。お城での幸せな暮らしは興味ないのですか？全然。そもそも私シンデレラじゃないもの。誰も予測できない未来がいい。それに今はブレーメンで音楽隊に入りたいの。狼と一緒に。そういうことだから、バイバーイ。昔々あるところに一人のおてんばな女の子がおりました。なかなか困った女の子ではありましたが、彼女に出会った人は皆あの人みたいになれたらなとちょっぴりそう思うのでした。